こんにちは、塩の山の三枝クララです。今日は2020年6月1日、今月もどうぞよろしくお願いします。今朝クララ塾の兄弟姉妹にラブレターを出そうとして、その時に見えたことなのですが、それは土が流されあらわになった根っこでした。今月は今まで以上に良いもの良い人、悪いもの悪い人の本性があらわになるということです。聖書にすべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ、良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が悪い実を結ぶことがないというイエス・キリストの御言葉がありますが、これまで地の草や葉っぱに隠れて見えなかったその人、またその人たちが神に隠れてこそこそしてきた悪事が、その土を洗い流すことによって本性がむき出しになり、この時代に身を置く場所をなくすということです。また逆に言うと、これまで良き道を歩む努力をしてきたのに、なかなか報われなかった人に良い兆しが差し始めるということです。例えばコロナでお店を畳まなければならなくなったとしても、それは決して長い目で見たら不幸なことではなく、そのお店はその人の天職ではなかったので、神がコロナを通してその人の人生を軌道修正してくださったということもあるでしょう。それにしてもフリーメイソンは人工ウイルス、人工地震、人工バッタ、人工飢饉など次から次へと企てていますが、フリーメイソンの未来は地獄の蓋が開いて待っていますから、互いに足をどんどん引っ張り合ってください。私たちは上から目線で、フリーメイソンさん、はい、ご苦労さんでしたと言えばよいのです。私たちが恐れるのはフリーメイソンではなく、創造主である神だけです。今月もドラマティックな月になりそうですが、それ以上に多くの人がムーの末裔の縄文ヤマトの魂に目覚めていく時でもあると思います。今月もハッピーな月にいたしましょう。それでは今日はこの辺で。今日もありがとうございました。またね。バイバイ。